マイアミ国際空港は、アメリカ合衆国のフロリダ州のハイアリア、ドラール、フォンテンブロー及びマイアミスプリングスの郊外の間に、ある地方自治体に編入されていないマイアミに位置する国際空港である。アメリカ合衆国南東部の航空網の中心で、アトランタのハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港と共に、アメリカ南部の代表なハブ空港である。国際線は、 カナダラテンアメリカカリブ海及び西ヨーロッパの主要空港と結ばれている。特に南米路線が充実しており、南米のほとんどの国に直行便がある。アメリカン航空、アメリカンイーグル航空及び物流のフェデックスエクスプレスが拠点としている。過去にはイースタン航空、エアフロリダ、最初のナショナル航空、初代パンアメリカン航空、 および、イベリア航空のハブ空港であった。ガルフストリーム国際航空は、国交がなかったアメリカとキューバの間で、同社の唯一の商業航空路線である、マイアミ国際空港とキューバのいくつかの空港の間で、定期路線を運航していた。それらの飛行は、ザオフィスオブフォーリンアセッツコントロールから、特別の許可と一緒にエージェントを通して、予約を行い、政府職員、 ジャーナリスト、研究者、会議に出席する、専門家か、キューバの家族を訪問する移住者だけが、一般的に利用できる。マヨミ国際空港は、現在の空港の敷地の北側で、パンアメリカン飛行場として1928年に開港し、パンアメリカン航空の本拠地として運営された。当時は、アメリカ東部で唯一、入国管理局の施設がある飛行場だった。 他の航空会社も利用するようになり、利用者は増加した。第二次世界大戦中の1943年、陸国飛行場が南側に建設された。1945年、マイアミ市はパンアメリカン飛行場を買収し、1949年には陸国飛行場も買収した。両飛行場は一体化され、空港施設も建て替えられた。 1970年、ヨーロッパへの直行便の運航が開始。1980年代後半にはコインコルドがワシントン経由で運航された。1988年、アメリカン航空はマイアミをハブ空港とする計画を発表した。1991年、長年マイアミ国際空港を拠点としていたパンアメリカン航空が倒産した。 ターミナルレイアウトマイアミ国際空港のターミナルは、半円状に配置されており、北側から左回りで、ノースターミナル、セントラルターミナル、サウスターミナルとなっている。チェックインと出発は上層階に位置する。入管とバッゲージコントロールは下層階に位置する。到着すると旅客は各ゲートから国内線到着か、国際線到着へ誘導される。 コンコース D には旅客を運ぶスカイトレインがある。コンコース E にはサテライトへ乗客を運ぶピープルムーバーが3階にある。駐車場はターミナルの中央部に位置し、頭上にある動く歩道によってターミナルとつながっている。屋上にはヘリポートが設置されている。マイアミ国際空港では各ターミナル間を結ぶスカイトレインなどの他にセントラルターミナルの MIA 駅から マイアミ中央駅及びマイアミインターモーダルセンターにあるマイク駅とを結ぶ新交通システム m i m u ー e r が運行されている。ありがとうございます。